マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤すみかです。よくあるお悩みに、痩せたいけどなかなか痩せないっていうのがあります。簡単に続けられるダイエット法あったらいいのになって思いませんか？私も面倒なことは苦手なので、その気持ちよくわかります。そこでこの動画を見ることで、簡単にできて続けられるダイエット法がわかります。もしあなたが痩せたいけど面倒なことは苦手とお悩みであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。マイナス10キロ痩せるお茶についてお伝えしていきます。なぜこのお茶がダイエットに良いのか、その理由が2つあります。1つ目腸内環境、2つ目ノンカフェイン、ノンカロリー、それぞれ見てまいりましょう。それでは1つ目です。腸内環境が整う材料を使ったお茶だからなんですね。痩せるためには大前提があります。それはあなたの腸内環境がきれいに整っているかいないかということなんですね。で、後者の整っていない方っていうのは、もうどんなにね頑張ったとしても根本的に痩せることができないから、結局またリバウンドを繰り返してしまってるわけなんですね。では痩せてリバウンドしない方の腸内環境がどうなっていると思いますか？そういった方というのは、綺麗にですね、いつも、まあ、ピカピカですよ。もうお掃除がね行き届いてるような、まあ、そんな状態ですよね。要するに綺麗に、まあ、元気な状態であれば、痩せ菌と呼ばれるね、その善玉菌たちがもういつでも精一杯働いてくれるわけですから、根本的に痩せることができる、その材料を使っているお茶だから痩せるということなんです。はい、そして2つ目です。ノンカフェイン、ノンカロリーについてなんですけれども、もうここポイントですね。ノンカロリーであること、結構ですね、先生って私そんな食べてないのにね全然痩せないんですよってお悩み多いんですよ。でよくよく伺うと、もう飲み物がね太っている原因だったっていう方が多いんです。例えば結構カロリーが高かったりとかね、それはもうデザートの範囲じゃないですかっていうようなものをもうしょっちゅう飲んでたり、でそういったことになりますと、やっぱりなかなか痩せることってできないんですね。なので食事も気をつけつつ、やはり飲み物ですね、飲み物はノンカロリーを選ぶこと、そしてもう一つこちら、ノンカフェインがダイエット向きのドリンクです。まあ、いろいろね説ありますけれども、まあ、どんなことでもねプラスの面とマイナスの面ってありますよね。ただ腸内環境を整えるという考えのもとのダイエット法であれば、やっぱりねカフェイン飲料をおすすめしてないんですね。なぜかというと、カフェインを取りすぎてしまうと腸がね働いてくれなくなっちゃうんですよ。もうちょっときついってね休んじゃうわけですよね。そんな負担かけてってなるわけです。なので今回選んだお茶はもちろんノンカフェインプラスノンカロリーということです。つまり腸内環境が良くなってノンカフェインノンカロリーのお茶を選べば良いわけですね。ではここから痩せるお茶とそのお茶の痩せる飲み方、ポイント3つにまとめてお伝えしていきます。今回私が選んだお茶はこちらです。いかがですか？見かけたことありますでしょうか？どこで購入したかと言いますと、私の大好きなお店カルディさんなんですね。でこれをメニューした時にもう、うわ美味しそうと思って購入して、まあ、飲んでみましたところ、もうめっちゃくちゃ香ばしくって、しかもこう甘い優しい味なんですよね。でこれは何かというと、6種のお豆茶ということで、ひよこ豆、レンズ豆、大豆、インゲン豆、黒大豆、小豆の6種類もの豆のノンカフェインティーなんです。でこちらですね、後ろの原材料名見てみますと、まあ、ティーパックになってるんですけどね、こちら20袋入っています。 5×20 で 100g 入りです。で一番目に来てるのはこのひよこ豆なんですよ。で、まあ、全部お豆なのでその痩せる効果はね共通点多いんですけれども、このお茶を作る時に一番使われている材料がこのひよこ豆、一番最初に書いてあるからなんですよね。これ多い順番に書いてますからね。
なのでちょっとひよこ豆ピックアップして今日はねお伝えしたいと思います。でこのひよこ豆ってすごくて、まずは腸内環境を整えてくれるから野生菌が増えるんですよね。で食物繊維、あと血糖値の急上昇を抑えてくれる、まあ、イコール脂肪を溜め込みにくくしてくれるわけです。そしてコレステロールを減らしてくれたり、また高タンパクの低脂質っていう、このねひよこ豆を一番使ったお茶ということになるんですよね。でこれは株式会社キャメルコーヒーって書いてあるから、本当カルディさんのブランドなんですよ。ここカルディって書いてますので、ぜひねカルディに行ったら見つけてみてくださいね。でこちらのお茶の今度は痩せる飲み方ポイント3つにまとめてお伝えしていきます。痩せる飲み方3つのポイント、1つ目は一度に大量に飲まないでっていうことですね。もちろんね痩せるからといって真面目な方ほどね、もう先生って頑張って、もうこのお茶しか今日飲んでませんっていう方とかいらっしゃるんですけど、それはね頑張りすぎです。そんなに飲まなくても大丈夫で、逆に一度に大量に飲んでしまっても吸収できなくって、とってもね非常にコスパが悪いわけです。もったいない飲み方をしてしまってます。なので一度に大量には飲まないでください。そしてじゃあどうしたらよいか、2つ目、1日にだいたい 1,2 杯程度で十分ですよ。私も1日に飲む水分の8-9割方はね天然水です。お水を一番飲みます。で残りの 2-3 割をこういったお茶を日替わりで楽しんで飲んでるんですよね、いろんな飲み物。なのでこればっかりってよりは1日トータルの中でだいたい 1-2 杯程度に抑えればもう十分ですから、1パック1日使うぐらいでね十分 1-2 杯取れちゃいますから、それでねいいんですよ。だから20日分、20日分ありますよね、20袋なので。そういった賢い飲み方をしましょうね。じゃあ最後、ホットで飲むです。でこの裏にですね、そのホットと、まあ、アイスと、まあ、飲み方書いてあるんですけども、もしね一日でも早く痩せたいっていう思いがお強ければアイスはおすすめしません。なぜかというと、アイス、まあ、冷たいもので飲んでしまうと腸の動きが悪くなってしまって、結果代謝が落ちて太っちゃうんですよね。だからせっかくのお茶が台無しなので、ホットでぜひ飲んでみてくださいね。いかがでしたか？簡単に痩せる方法ないかなって悩んでいらっしゃるようであれば、このお茶をですね1日に 1-2 杯程度ホットでまずは 3-4 ヶ月続けてみてくださいね。今回のお話以上になります。もし役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。